皆様ごきげんよう。今日なんですけど、結構要望が多かったバーベキュー久々にやってございます。お願いします。はい、久しぶりやん。メンバーも久々の登場ということで。そうですね。全員揃ってますんでね。はい。やっていきますか。なんか前回さ、試合終わってさ、祝勝会的なのあんまやれずにさ、次の試合決まっちゃったから。確かに。試合が決まったことに対してもまた何も話しないからさ、それも話しつつ、まあ飲みながら。食べながらやっていきましょうよ。あ、いいっすね。もうバンバン焼いてこいよ。申し訳ないから、僕、魚介を買ってきましたね。はい、魚介から行きたいな、だったら魚介から行こう。魚介そっちなんですよね。魚介をバンバンに、最高のバンバンに、最高の魚介をバンバンに。宝箱やん。完全に宝箱やん。牡蠣から行っちゃうじゃん。牡蠣強いな。ホッケもね、ちゃんとね。ホッケいいね。今回グリルもあるね。あ、使えるんだ。ハマグリもね、ちゃんとね。カキいいね。生でもいけちゃうやつやな。マジでいける。うわーすごっ。これはすごいぞ。プリプリやん。うわっ。いつも行ってる、あの高知県っていうさ、あそこの方がサービスしてくれたわ。うわっ、エビでかっ。あちょっと待って、すごいよね。ありがとうございます。いつもありがとうございます。あ、乾杯してなかった？そういえば。飛んできますか、じゃあ。乾杯。乾杯。いやー、レモンかけていい派みんな。レモンかけ、はい、全然いいよ。勝ちじゃんこれ、ね。生で行きたい気持ちもあるな。生でもいける。全然ね。これポン酢か、ポン酢か醤油、どっちにしようの。俺ポン酢に行こう。あ、でも待てよ、焼いたら醤油か。そうだね、レモンポン酢も悪くなさそうだけど。生だったらポン酢よね。うん、俺はね、つけない派なんだよ。何も生だったらそのままいっちゃう。すごい音ですね。それにしても風が強すぎて、ここ最近はブレイキングダウン関連の動画しか撮ってなかったからさ。そもそもあんまり YouTube 撮ってなかったの、試合で。ほんと久々だよね。ちゃんとこうやってメンバーが集まって、なんか知名度落ちたって言ってたもんね、みんな。声かけられづらくなったって言うじゃん。確かに確かに、うん、俺とか逆にめちゃめちゃ知名度上がりすぎてさ、ブレイキングダウンと格闘技で連続でやってるから。テレビもそれぞれ出てましたもんね。そうそうそう、すごい声かけられるもん。ボカボカ、あれ面白いよね。おお、始まったか。ちょうどいいんだよな、火加減が。鳩が狙ってるやん、トコトコ歩いて。この間やられたんすよ、俺、鳩に。あー、言ってましたね。公園をね、散歩してたから、一人で、うん、携帯にね、鳩の糞がべちゃってついて。確率しないですよ。そう、確率がすごいんですよ。423/1当てました。で、さすがに菌ついてるのなんか嫌だなと思って洗ったんだけど、携帯変えました、すぐに。色かっこいいよね。これかっこよくない？よく見たら紫、おしゃれな。うん、佐伯くん、ね、これ貸し切りっすか、これ。今日貸し切りっすよ。今日はちょっとたまたまの閉店時間なんで、ちょうどいい、ちょうどいいと思います。ここもいつもお世話になってるもんね。そうそう、ありがたいですね。おお、バチバチしたぞ。うわ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 、いい匂いめっちゃするやん。久しぶりだな、なんかバーベキューが最高ですね、やっぱり。うん、一番結局ね、最高の遊びですよ。この間ポップアップやったじゃん、久々に。まあ、1年に1回ぐらいやろうかなと思って、ファンの方と会える、交流できる場所もないんでね。大半がバーベキュー動画見たいですっていう声が多かったんで、やりました。やっぱガチファンはね、バーベキュー動画好きな方多いですよね。うん、結構出してるよね、バーベキュー動画、ね。俺たち結構バーベキュー系 YouTuber と言っても過言ではないからね。確かに。格闘技と喧嘩自慢とバーベキュー。そしてまあここに、ここ最近ブレイキングダウンね。まあブレイキングダウンのおかげでほとんど YouTube 撮ってないもんね、俺たち。YouTube 欲がめっちゃあるわけじゃないからさ、もともと企画考えるの大変だったからさ、ちょっと俺メンバー内でなんかスッキリなんかやっててもさ、バレるやん。まあさすがにね、明らかに。しかもさ、新鮮さもなくなってくるしさ。でも4年もやってたらさ、
画もなんかさ同じものになったりでなんか他の YouTube がやってたらパクったったのなんだろう言われるわけやん。確かに難しすぎるよね。確かにね、 YouTube の世界で生き残るって。だから本当にすごいなと思うもん他の人たち、うん、トップ YouTuber でさ再生取ってる人たち、うん、化け物だと思うよ。しかも先月の5月23日で4周年でしたっけ。そうそう、ちょうど 4年目なんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。僕はね、途中参加なんでちょっとまだ4年目とは言えないですけど、3年半ぐらいか、これで。そうっすね、ありがとうございます。懐かしいよね、マジで懐かしいね。4年前といえば佐々木くんのことをもう見くるより年上だと思ってたからね。ずっと言ってますね。もういけるけどね、全然カキはいけそうっすね。行っちゃってもいいね。うわ、めっちゃいい香りしてきたよ。磯の佐々木くん、牡蠣食べれるの？牡蠣食べれます。ほんとか？最近行けるよ。マジで？じゃあ食べてもらえますか、その人に。大丈夫ですか、これも。大丈夫、大丈夫。ちゃんとうまいから。ブク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 してるよ。大丈夫、大丈夫。じゃあ、もともと生で行けるやつだから。ああ、そうなんですね。じゃあ、まだうまいことやってるやん。ちょこ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 。こじゃれた感じで。つなぎます。佐久間、焼肉屋やるんだっけ？焼肉屋やりたいですね、いつか。佐久間はさ、サンクシュアリーに出てくるあの人に似てない、ちょっと。あの最強のやつ。ああ、静内。静内の、なんか、多分幼少期と、その今の、その大人になった時の中間ぐらいにいそうじゃないのか。確かに。ちょっと、やけどしてもらって。ライバルみたいな。サンクシュアリーめっちゃおもろくないですか？面白いね。8話までだよね、今、見た。早っ、早いよ。あれ連続で見たから昨日まで3ぐらいじゃなかった。そうそうそう、完全に気にした。ネタ振りして見たってこと。まあね、すごいね。あ、食べました。うまいっす。うまい。ほんとか。ごめん、しっかり抑えれんかったかもしれん。佐々木くんがさ、喋った間に食べちゃった。こっそり食レポできないから。こんなプリプリやん。いいな。うわ、いただきます。絶対うまい。熱い。うまっ。勝ち。うわ、久しぶりに聞いたな。これいいな、後ろが、後ろの看板がいい感じ。うん、うまっ。牡蠣最高だわ、ね、いい感じにレモンが、レモンと醤油がない。うん、うん、最高。お酒もありがとうございます。よし、いただきます。うーわ、絶対うまいやん。俺の顔ぐらいある。それはないけど。私も俺たくさんそのツッコミ待ってた。感じてるやん、目として。目として感じてます。最高です。最高ですか。うまいっすよ、マジで。こんなうまいっけ。涙がちょっと出そうになった。最近よく使うよ、最近この人よく使うよ、なんか。涙が出そうになった。なんかどこで覚えたのか知らんけどさ。絶対出てないのによく使うよ。肉焼いていきましょう、じゃあ。はい。おぉ。これ、グリルで準備してくれてるの。グリルやってる。あ、じゃあ、伊勢海老やってくよ。伊勢海老。バター醤油か、ホタテは。バターないでしょ。あ、僕持ってきましたよ。最高。あと塩も持ってきましたよ。最高な塩。ガチ塩じゃん。あと、使いやすいバター。これ贅沢な肉だな、これはもう。これ塩かかってる？それまだ味付けがもう、年末の来場終わった後に行った焼肉屋さんの。ああ、年末の。いろんな方の協力がありますね、今日のバーベキューは。そうっすね。うまそう。焼肉だれね、これ。ジョジョ園じゃん。あざーす。ジョジョ焼き肉。あざーす、あざーす。いいホタテ。あざーす。あざーす。ビール持ってくるわ。3杯ぐらいいるか。ちょっと肉食べてっていいかな。ランプね。バンバンにいっちゃって。油すごい乗ってるわ。いただきます。うん、まっ。いい油、ど柔らかいわ。おい。いいね、いいよ、ど柔らかい。最近さ、ブレイキングダウンがバズりに
にバズってさ、うん、今までみたいな YouTube 撮影あんましてないじゃん。つらいつらい。でみんな出てないじゃん、はい、その辺ってにはなんか思うことあるのメンバーとして。みんなが見たいコンテンツがね、需要が。まあ俺が考案した格闘技団体だから、朝倉未来チャンネルの集大成が入ってると思ってて、喧嘩自慢とか、まあ格闘技とかいろいろやってきたその中のなんか集大成の団体だと思ってて、なんか そういう部分がいろいろあるじゃん、アイディアとしてさ。だけどなんかブレイキングダウンチャンネルではないじゃん。ただ求められてはないよね。そうですね。今までまあそのやってきたからっていうか、見たいとかっていうのはあんまりないですね。みんなが見たいもの、うん、今までやってきたことを全部サブチャンネルに移行したりとか、うん、俺も今格闘技欲が高くてさ、うん、YouTube より格闘技だから今そんなになんかめっちゃドッキリとかわざわざ撮るの面倒いなと思ってて、うん、どっちにしてもいい思い出だよみたいなさ。普通の人生歩んでる人たちはさ、もう YouTube みたいに記録として残ってないから、なんかたまに昔のやつとか見ると楽しいもん、思い出が残ってて。あ、確かに最近俺もめっちゃ昔のやつ、俺もおすすめにめっちゃ出てくる、出てくるの。あれ何分からんっす。あれ AI 判定されてるじゃない AI がなんか興味あるものを出すめっちゃ出てくるんですよ、ね、それ見てるな見て思い出しながら。まあ、いつか YouTube 引退するときはさ、全部非公開になって俺たちだけしか見れなくなると思うけど。あ、ワイン飲む。ワイン合いますね。ヘケルからダメ。それこういうとこで飲む場所、ワインじゃないの、それ。だってワイングラスもないじゃん。ワイングラスなんていらないですね。これタクマの誕生日にあげたやつなのに。女と飲めばよかったの、好きな女と。2人でさ、最近 3,4 人いるんでしょ、好きな女が。いや、それどころじゃないめちゃめちゃモテるようになってるのがウケるんだよな。だってさ、かっこいいやん。だっていや最初来た時なんでさデミオープニング撮るのに10回ぐらいやり直ししてたタクマよ。 あの頃の可愛いタクマはもうどこ行っちゃったんだろうね。今じゃもうさ仕事バリバリ人間でさ、変わるもんやな。でも人って人ってね、俺も最近思う。もうなんかいろんな成功を手にしてさ、うん、今何が一番欲しいってさ、ピュアな心だもんね。なんか幸せの基準値を下げたい、記憶をちょっと消したいもん、うんうん、それこそこのバーベキューだって厨房だったらできんから ね、まあ、ねこんな贅沢なさ素晴らしいで、俺は海で取ってさそこで焼くからね、その場 で、うん、で俺たち網もね自分たちで作ったからね、落ちてるやつでねすごいっすね。マジで豪華なバーベキューやな。そうそうそう、醤油なんかなかったんだ、海の塩の味だったな確かにこれですね、誕生日プレゼントに回った。このコップに入れないの、プラスチックのコップで飲んでいくと。まあいいじゃん、俺ららしくて、うん、すごい良さそうなワインっすね。たくまなんで飲まなかった、タイミングがなかった。飲めないでしょ、そんな。あ、いただきます。いただきます。サンプレワイン、うん、なんかうまいんだろうけど、なんかようわからん、この器のせいで、うん、どう、たくまは、ね、うまいっす。たくまがもらったものですから、うまい、ちゃんとうまい。みんなと飲む酒うまいんだ、結局。まあそうだね、うん。いや前回の動画がさ、うん、土屋くんだっけ、はいはい、このカメラの人で来た、 あの動画の伸びなさエグかったな。なんか俺 YouTube 上のなんかシステムの故障が起きたから全体のYouTube の全体のたまには起きるじゃん。たまにあるよ、年になんか 2,3 回ぐらい、はい、YouTube 上のなんか再生の故障みたいな、うん、それ起きたと思って全ての動画撮る気が嘘か。今でどれぐらいだ、50万ぐらい、40万ぐらいじゃん。40万ぐらいですね。今40万ぐらいか、うん、そこまで伸びないと思うかったな。だって無料配信でも出てたじゃん試合が、うん、溝口さんとの試合だったから結構注目度高かったわけやん。嫌われまくってたから彼、うん、やっぱ TikTok の立ち回りが悪いんだろうね。まあ勉強になりました俺も。久々にミスったなっていうか、そのミスったっていうのは別にコラボしたことがミスったわけじゃないんだけど、別に彼が嫌いとかではないんだけど、再生が伸びないっていうことがミスった。面白いなんだろう動画だよねあれ。もう彼トークすごい上手いっすか。うまいうまい、見てくださいっていう感じですよね、うん、ぜひ。才能あるんだけど、うまこれ。まあ多分敵が多いんだろうね。なるほどね、やっぱあのやり方だから。でもなんか再生にずっと追われてでさ、結構ストレスすごかったんだけど、もう最近どうでもいいかなって思い始めたんだよね、うん、正直、うん、もうなんか YouTube 以外の収益がでかいじゃん俺たちって、うん、他のビジネス何個も成功してるから
当時はさ、YouTube の収益がでかすぎて、比率がさ、うん、YouTube の再生をしたら怖いなっていうのはずっと思ったんだけど、うん、まあ、今はなんかそこまでなくて、穏やかな気持ちでやってますよ。一番いいストレスフリーでね。そうだね。これ味付いてる。味ちょっとつけた。あるっす。もう生でいくっす。まあ、まあ、うまこれ。うまいね。甘い。ここのタンうまいのよ、マジで。めっちゃ甘い。焦げてないこっち。こっち大丈夫っす。ホタテがいい感じじゃない。すごい感じになってね、あっち。グリルで。やばいわ。そろそろ酒もやめんといかんな。そうだね。あと2ヶ月ですからね、試合まで。強敵。ヒラム選手か。強敵よな。マジで強敵よ。試合もなんかさらっと発表してさ、うん、あんまり YouTube 上では語ってなかったんだけど、うん、あの一応斉藤選手とさ、牛久選手は俺連戦で倒してるじゃん、うん、だからまあ、ライジンの初代チャンピオンと2代目のチャンピオンを倒してるからさ、うん、これでクレベルの試合を待ってさ、あのタイトルマッチはできると思ったよ、絶対、うん、その権限はあるじゃん。そうだね。だけどケラモフがめちゃめちゃ強いなと思って、あの堀江くんとの試合見た時、うん、堀江くんってめちゃめちゃ強いんですか。結構圧倒したじゃん、うん、めちゃめちゃ強いよ、うん、これやらないといけないなっていうのを思って、うん、で、まあ選んだんですよ。なんか刺激中毒者だから、俺って、うん、いっぱいやる。なんかやってほしいって声もあったしね。そうそう、ケラモフやってる。堀江くんに勝つまではさ、うん、別にまだライジンで強いのは強いかもしれないけどさ、うん、実績的に別に俺がさやる相手ではなかったわけよ。俺は斉藤選手に勝ったよ、うん、であえてそこを選ぶ必要はなかったじゃん、実績的に言った。だって交代してるわけだから、うん、ランキング的に言ったら、うん、でもまあ今回はシンプルになんか戦いたいなと思ったのがあって、うん、で選んだんだよね。いいっすね。これ牛久選手は強いと思ってるから絶対、うん、あの言っちゃうんだけど。なるほど。相当ヒリヒリする戦いになるんじゃないかなと思って。うん、絶対なるだろうね。で全然俺が負ける可能性もあるぐらい強い相手だし、うん、まあ斉藤選手にはさ、なんか反則が多くてパンツ掴んだりとか、うん、で判定で負けたけど普通に見たら全然勝ってたじゃん。うん、全然勝ってた試合なんよあれ。多分見返してもらったら分かるけど、うん、で、あの試合勝ってたら多分15連勝ぐらいしてるんだよ今。あ、そう。そう、すごいな。ドーピングの検査だけしてほしいけどね、さすがに。大丈夫。さすがにさ、うん、ドーピングやられてるときついじゃん。こっちプロテインも飲んでないのにさ。うん、ドーピングってどうなんの。パワーがめっちゃ強くなるのか。えぐくなるらしいよ。スタミナとかも変わるんかね。馬力とかも全然変わるらしいから。そもそも全然別次元になるらしい。へぇ、やられたら困る。そこはね、うん、なんかあの、やってほしいけどね。そうね。こっちはビールしか飲んでない。こっちはうまい。こっちはめちゃめちゃ良かった。だからだいたい試合前1ヶ月半、2ヶ月近く前に酒はやめる感じだっけ、いつもね。そうだ ね。まあ今週飲んで終わりぐらいかな。うん、まあ、やるときやりますよ。チャチャッと、チャチャッとね。ほんとね、メリハリ大事だと思うよ、人生も、うん、やるときやからさ、遊ぶとき遊んで。うん、うまっ。おい、オッケー、最高やん、これかけていい。楽しみだな、試合。うまっ。ハマグリ勝ってる、勝ってる、完全に勝ちまくってるよ俺。手で大事なとこまで食ってるよ、佐々木くんが。全部くっついてますよね、これね、貝柱がね。一番うまいんだよね。ブレイキングダウンってあれじゃないですか、スノーの選手めっちゃ強くないですか。それすごい思ってたんだけどさ、意外に結果が振るってないよね、確かに。今のとこ出た相撲選手、やっぱ打撃にはかなわないんじゃない。朝青龍さんと出てくれんか。朝青龍は強いだろうね。
モンゴル相撲の選手がマジで強い。でもやっぱ格闘技には勝てないんじゃない？パンチとかにはやっぱ対応できないんじゃん。相撲の強さはえぐいと思うよ、本当に。総合格闘家とかさ、どんなすごい人が出ても相撲の土俵に立ったらもう一瞬で転がされるだろうね。化け物だと思う。昔はだから細い体で太っちょに手向かってたんだ。そうだね、昔はね、頑張って相撲でね、煙が全部こっち来るんだけど。いい男に煙は行くって言うぜ。うん、うん、たくまだ最近のさ、うん、最近じゃないよ。佐々木村社長と対談したあの時大炎上してたから。確かに佐々木村は人をイラつかせる天才だからね。昔から才能にたけてるから。かなりうまっ。終わってるやん。見てみこれ。うわ、丸ちょげ。ちょうどいい。これ焦げてる。ちょうどいい。これもういけてるかもしれんな。いよいよ、あ、もう食えるんじゃない、これホッケ。雨がすげえビシャビシャ入ってきてる。一回試しに食べてみるか、俺が。全然いけると思うよ。うん、おお。うん、生。毎回それ見るな、なんか。なんか定番だな、もう絶対見るな。まあちょっと甘いよ。ちょっと甘いか、さすがに。でもいけそうだけどな。まあでもいけるっちゃいける。あ、うまっ。昨日ね、そういえば面白いことが起きたんですよ。例のあいつ、暴走族時代のさ、特攻隊長やってたやつがさ、急に東京にやってきたんですよ。吉田健と共に飲んだんですけど、面白かったね。めちゃめちゃ面白かったね。東京に今日から住むことになったからって。連絡して、ただ金がないんだよね。明日から生きる、生活する金がないんだよねとか言って。あいつ舐めてるやんと思って。またいつかね、動画出るかもしれないですね。彼の話はマジで面白いよね。彼はなかなか面白いよ。その俺の一番、その不良時代共にしてきた男なんですよ、うん。あの人からこう話をされて思い出したこととかめっちゃあったもん。そう、マジで記憶力すごいなの、ね、すごいよね。あいつさ、あの16から時止まってんじゃない。だって吉田君のもなんか一回ありますもんね、あの似てる似てない問題。ああ、そうそうそう、あれよ、俺の顔が晒されましたって佐々木くんちで撮ったじゃん。ああ、あるか。親父を膝切りしまくってたやつです。自分のね。そう、久々の再会で。ほんと面白いよな。またいつか出せたら面白いけどな。あいつ危険な男なんだよね。俺たちもいつ裏切られるか分からないみたいなとこあるから。風強くなったんで、そろそろ閉めますか。いったそうです、ね、これもう音がやばいね。音やばすぎてさ、少々、はい、の方もちょっとイラついてきてる声だと思うよ。まだ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 して、ね、ということでね、久々のメンバーとの、まあ、バーベキューだったんですけど、まあ、あのメンバーとのなんか何々が見たいみたいなコメント多かったらやっていきたいと思うんで、どしどしコメント待ってます。そんな感じで、あの俺7月30試合なんですけど、そこに向けてちょっと格好で頑張るんで、 YouTube の投稿頻度ちょっと落ちちゃうと思うんですけど、そこの辺はご理解いただけたらなと思います。はい、じゃあそんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。